国の漢族の作家法学者反対生活動家元の名前は円公平内モンゴル自治区夫婦保都市に生まれる1986年北京大学法学部では刑事訴訟法を専攻し修士課程を主席で終了その後北京大学で教鞭を取るが1989年に北京大学教師講演団を組織して 天安門広場に集まった学生を積極的に擁護したため、当局にマークされるようになる。1990年に発表した抗原の風は、学生、知識層の広範な支持を得る。この本の中で、政治権力の側について、同胞を抑圧するか、海外に逃亡して、新天地を求めるか、いずれにしても、自民族に配信しない限り自由にはなれないという。 中華民族の宿命を指摘し、新英有主義を提唱した。その後、中国の政情が比較的穏やかであった1990年代に4冊の本を出版している。労働者の立場から、チェコスロバキアの検証77をモデルにした平和憲章の策定に関わっていたと言われている。1994年3月2日、社会主義制度の転覆を企てたとして当局に、 逮捕された後、北京から追放され、紀州大学で法学部長になる。この時の罪状は以下の通り、選挙人の身分でありながら、1980年の北京大学の人民代表選挙において、選挙活動を行った。1989年の天安門事件のさなかに、北京大学教師講演団という全国の高等教育機関の中で唯一の違法組織を作り、 違法に全校教員大会、党員大会を開催し、中国共産党の全下部組織に対する公開状を発表するなどして混乱を煽った。1990年に出版した高原の風の中で唯物論を否定し、当該書籍の中の余韻という詩で天安門事件の学生を追悼した。1990年と1993年の二度に、 渡り自らを人民代表選挙の候補者とするために、北京大学の学生を先導した。1991年の日本の天皇の法中に、再始、北京大学の学生を先導して、国家の外交政策を妨害した。1992年に、共産党中央を分裂させることを機として違法に、歴史の潮流を出版した。1992年に、北京法院に、 歴史の潮流発禁処分を不服として訴訟を提起し中国人民に対して共産党による取締りの不法を訴えた。1992年6月14日反対生活動家104名が集まったオリンピックホテル会議においてブルジョア階級の自由化主張を煽った。百九十二年十一月公務員と自由知識人が参加した大小テラホテル集会で 天安門事件を蒸し返そうとした1993年秋、北京大学校長のクレジュアオが学問の自由を政治的に抑圧しているとして座り込み抗議をした。1994年の初め、警察が画家の表現の自由を厳しく取り締まった時に300名の署名を集めて抗議活動を起こし、社会に動乱を起こすことを企てた。 10個以上の聖徳にまたがって労働者の権利保護を主張する中国労働者権益保障同盟を組織した。ビンキなどの民主化運動リーダーのグループと議形成を連携させようとした。1994年2月、三島消防圏のキリスト教徒の農民が地元警察に迫害されたとして、北京に抗議しに来たとき、彼らの弁護士に賛同した。共産党内の 反体制派と一緒になって、反共産党の秘密組織を作った。会社を作り、討論会等と開催することで、東商平没後に民主化運動を起こす準備として、軍や政財界の要人との連携を企てた。民主運動の理論的支柱、考慮となる、著作、民主と共和を発表した。中国文化復興運動を起こし、 文化大革命家の内モンゴル人民虐殺事件を描いた小説自由の黄昏及び思想書夕日に刻まれた真言を発表した2004年7月アメリカが州国憲法と国際法に基づいて米国への政治亡命を申請するその後秘書と共にオーストラリアに渡航し同月28日国際法国連憲章オーストラリアが批准している 国際条約に基づいて同国に亡命。同年8月には現地で次長を出版することにも成功する。2005年6月、オーストラリアに亡命申請した元外交官の陳陽林を擁護し、中国がオーストラリアを政治的植民地にしようとしていると批判した。同年9月10日、中国共産党の人類に対する犯罪に関するシドニー国際法廷の判事として、 古近東総書記に対し、告訴された、江沢民元総書記、羅漢、周栄光、劉慶来四名を即刻逮捕して、シドニーに護送するように要求した。2006年3月5日、昭那町、森幸、義慶成、ジョフミラと共に、中国国内で迫害されている活動家を支持する趣旨で、全世界1万人の絶食抗議を行った。 2008年前後、なお、事件から数年後、陳水編の銃撃事件は、中国人民解放軍の情報機関が、台湾の選挙を混乱させようとして実行したテロだと、証言したが、それを裏付ける資料は出ていない。2009年、中国共産党の台湾併合工作に継承を鳴らす、台湾大港な2012年台湾は、戦わずして破れるを出版。 2010年に来日し、日本文化チャンネル桜に出演した。ありがとうございます。